皆さんこんにちは、コセンドです。眠れない時にね、人それぞれこうやったら眠れるみたいなね方法がね持っていると思うんですけど、なんか典型的なもので言ったらね、羊が1匹羊が2匹なんて数えたりするっていうのありますけど、私はね何かっていうとね、目覚まし時計をかけない。これどういうことかっていうと、眠らなきゃみたいな感じ、あ寝れないみたいな感じになるじゃないですか。でその時にあみたいな、目覚まし時計をねかけないでおくしたらね、なんか私やっちゃいけないこと、まあ、あの法律とかは犯しませんよね、やっちゃいけないこととかをねこうなんかやってしまいたくなるみたいな、あの気質があるので、こうなんか目覚まし時計を解除してこうね眠りにつくと、あみたいな、俺今、ね、目覚まし時計かけてないね、目覚まし時計かけてないからこれ、ね、寝ちゃダメだ寝ちゃダメだってなるとって寝るんですよね、うん、でもこれあの本当おすすめしたいのが、普通に寝坊するんでやめた方がいいです。これコセンド式日本教室でございます。言語学、合成語の種類丸2ね、複合語ということで、今日は合成語、まあちょっと復習ですが、単純語と合成語というものがあって、日本語の、まあ他の言語も考えるんですけど、言葉の中にはまあ単純に一つの形態素ね、それ以上もう分解できないような成分で一つだけ出てきた単純語っていうのと、まあ二つ以上ねこう形態素を組み合わせていく、合成語というものがあるんですけど、合成語には、ちょっといくつか種類があるよと、合成するその二つ合わせるときにどんな性質のものを合わせるかによって、いろいろ種類が出てくる。で前回やったのが、復習ねしておいていただきたいんですが、複合語の前にあったのが派生語というね、語気と接字を、組み合わせて、基本的に原則一つの語気ですね、一つの語気に接字を何個か組み合わせて、作っていく派生語という言葉をやりました。今日はですね、その延長線上というかその次の、種類で複合語という言葉を、皆さんに、ご紹介していきます。複合語なんですけど、まず簡単な説明から。複合語っていうのはまあすごくね話はシンプルです。2つ以上の語気でできた語とね、2つ以上の語気でできた語というのがまあ複合語なんだというふうに捉えておいてください。今回は実は何がね、前回の派生語と何が違うかっていうと、接字が出てこないんですね。接字が出てこなくてもう語気しか出てこない。なのでどういう状況になるかというと、まあ例えばね図で表すと、語気とね語気を合わせる、語気語気ね、痛そう、そんなこと言ってる場合じゃないですね。語気と語気ね、本当一人だからいいよね、これ滑ったって感じないからね、これね YouTube はね、語気と語気語気を2つ合わせるとね。で語気っていうのはね、一応なんか語気と、接字とかって説明でやって、まあ、語の中心となるね、まあ、一応原則自由形態素ということで、説明していくんですけど、まあまあそれだけねちょっとなんかこう意味が、実質的な意味があるようなものっていうのがね多いんですが、語気という言葉、まあ実際ね例を見ながらやっていこうと思うんですけど、例、手足、手足ね、これどんな語気と語気、まあこれ非常に簡単ですね。手というね、手って言ったらねもうそれ以上本当に分けられないですよね。それでまあ一つの語気になっているね、形態素になってるんですけど、手ね、それと足ね、でそれで手と足のことをね両方指すよとね、手足という語気と語気が合わさって、これで一つの複合語だよというふうに言うんですね。手と足が合わさってると。では次にですね、ちょっと長くなりましたね。旅行カバン、旅行カバンね。旅行というのは、まあ、前回ですかね、単純語合成語の話で出てきたと思うんですけど、これ旅行と言ったらその分はもうそれ以上ね分けられないんですね。なんか一応漢字でね見たら、あ旅とかって言ってこれねトラベルの意味あるんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけど、これは2つ合わせて旅行でそのトラベルの意味があるよということなので、これで1つの語気だよというふうになると。でカバンはね、まあなんか、主にこう革だったりとかナイロンであったりとか、さまざまな材質を使ってね、物を包みくるんで持ち運ぶための道具みたいなものでしょうか。カバンというも、ことがあって、これをね、かとばに分けるとか、かばとんに分かれるとかっていうことはできないので、カバンで一つの語気だよということで、ね、これを合わせていくと。ね、まあ、それで、この複合語ね、
5期だからどちらもなんか中心なのかなって思うんですけど、まあ物によってねその関係性がちょっと違ってくるね。これ旅行カバンだと、まあ、カバンがちょっと主体の言葉になっていて、旅行でこうどんなカバンかってことを説明しているような感じになったりとか、手足とかはねこれちょっとあの対等の関係になってるよとかね、いうふうに言うんですけど、これはまあね、検定試験とかではそこまで問われないとは思うので、ちょっと一応今回はね省略、内容を省略します、まあ、旅行とカバンの語気と語気でこれで一つの複合語だよということですね。で次ですね、まあ同じ前回前々回の話で出てきた、旅行があって旅人ね、これなんか短さとか長さとかじゃないんですよね。あの分けられるかどうかって話になってくるので、旅人って言った場合これどうかとね、実はこれは旅とこの人という、2つの語気が合わさって旅人ね、そのトラベルをするピーポーというかね人間だよということを表すっていうね、一つの複合語を作ってると。で、旅人で、まああのこのたなその語気ね、一応私の最初の語気の説明は自由形態素だよということを言ったんですけど、あれ一応原則自由形態素なんですよ語気っていうのは。で今なんでその話してるかというと、だってみたいな人って言ったらそれいやあそこに人がいるねとか人がいるねっていう意味で人がいるねなんていうふうにね使わないですよね。つまりその人って何かにくっつかないとやっぱ人というね、あの人類と人類とか人間という意味出せないんじゃないかというふうになって、それ高速形態素じゃんというふうになるんですよね。でまあ一応この人っていうのはまあ、人とか人とかってい う, こう異形態を持っていて、人と言ったらこれはまあ、自由形態素ですね、そこにあ人とかね人がいるみたいな感じ、人そのままで使えるというふうになるので、これ自由形態素で、その異形態として人があって、人はこれ高速、形態素になると、ね、何かにくっついてないとちょっとできないよっていうふうになるので、まあ、一応ご、こういうふうにね、くっつく場合は、まあ、これ音の変化連絡とかっていう音の変化が起きてますけど、こういう高速系のね形態素が出てくることが、結構多いということですね。まあでも自由形のこの異形態っていうのも持ってるよというようなことが多いでしょうかね。まあ、ちょっとこのあたりは語気のね、ところの説明と、ぶつかってしまうところなんですけど、高速形態素でもあり得るよという話でした。で、他に、どんなものがあるかというと雨音ね、雨音今ね、これは雨とね音というね2つの語気が合わさっているというふうに考える。で、なんでこの例を出したかというと、もともとねこれ雨、雨ね、あ、雨が降ってるとかって言わないですよね。まあ、だから、まあ、雨だったと。で、雨の中に雨というね、まあ高速式の異形態、高速的な異形態があって、何かにくっついてないとちょっと雨っていうのは使わない、雨がさとか雨がっぱとかっていうね、後ろに何か言葉が来た時にこの雨っていうのが出てくるよと。で一応高速形態素なんですけど、まあこれは、まあ、一応語気だというふうに認定した方がいいということですね。でまあ旅人の先ほどは後ろの高速する方にこの高速、高速的な形態素が出てきましたけど、今回は前の方にね高速形態素が出てきて、音はねそのまま音で、ね、音がする、あ音みたいな感じで音単独で使えるので自由形態素なのというふうになると思います。でもう一つの例が、まあそれにね対抗するような形でアマガエルと、まあ、これもねまあもう別にこれ一セットというふうに考えてもいいんですけど、まあもともとはねやっぱりその、雨の意味のアマ、とカエルね、あのフロッグの意味の動物のゲコゲコと鳴く動物、両生類の動物を表すカエルが合わさってるんですけど、これもね、アマという音、まあもともとは雨だったかなと。でガエルっていうのも、あガエルがいるとかね、ガエルがぴょんぴょん飛んでるとか言わないので、カエルというね、もので、まあどちらもこう、高速式の異形態が出てきて、それでくっついて、いるという複合語、一つの複合語というふうに認定されるというふうになってますね。
で、まあ、最後に、まあ、今ですね2つ語気語気と、2つの語気を合わせたものっていうふうにやったんですけど、まあ、一応2つ以上の語気なので、こういうね前回も出しましたね油鳥が油という語気と鳥という語気と紙という語気が合わさって語気語気語気で1つの複合語を表すというふうにね2つ以上になってもまあ一応いいですよということでしたね。まあこの辺りまで押さえておけばいいかなというふうに思います。でもっとちょっとこれねこれちょっと詳しい話が私もねそんなにたくさんは知らないところなんですけど今ねこの、まあ、この辺でも紙が紙になったりとか人が人になったりとか雨が雨になったりとか、そういうね音の変化があって、まあ、高速的な形態とがくっついているというふうになっているいて、まあ、この手足とか旅行カバンっていうのは、まあ、そのままパーンって切り離しても自由形態としてそれぞれ、成り立っているよというふうに、見えるんですが細かいところまで見ると実はちょっと自由形態者ではないような特徴が見て取れると。それは何かというとアクセントなんですね。何が言いたいかというと例えばカバンカバンカバンと言った場合どういうアクセントになっているかというとこう平板式のねこれちょっとアクセントを勉強しない方ね言ったらちょっとこの言葉に戸惑うかもしれないですけどこれね平板式というふうに言ってカバン落ちるところがなくてカバンねカバンがねカバンがねというふうになって、平板式のアクセントだよというふうに、なるのがこのカバンなんですけどこの旅行カバン旅行カバンというふうになった場合どういうアクセントになるかというと旅行カバンというふうになって、ここで「か」がねあの高いところにいてそこから落ちるんですよね。で、いう形になってアクセントの型が変わるというふうになるとそうなると厳密に言うとね「カバン」だから「カバン」このアクセントでくっつけてしまうと「旅行カバン」みたいな感じになっちゃってあの旅行カバンという一セットにあんまりな感じられないっていうようなイメージになってしまうと。で複合するときにこのアクセントの型が形が変わるようなことが起きて、複合しているので実質まあ異形態なんじゃないかというふうに考えられるかもしれないんですけど、まあそこまでは別にあの検定試験ではそこまで強くは問われないと思うというかまあこういうことがありえるよというのは問われるかもしれません。過去に問われたかな。複合するときにアクセントの型が変わるようなことがあるよというふうに言われたときに、あ、それあるねというふうに判断、した方がいいという問題は過去にあったと思いますので、そういう情報は押さえておいた方がいいと思うんですけど、それがどういうふうに変わっていくかとか、どういう規則があるのかっていうのは、ちょっとまあそこまでは問われないと思いますので、そういうのがあるというぐらいに情報を留めておくのがいいのかなというふうに思います。というわけで今日はですね合成語の種類の中で複合語というのをやってきました。語気と語気、ね、語気を2つ以上組み合わせたものが複合語なんだよ。でその中でちょっと、まあ、語気とは言っても原則あれ自由形態素ですよというふうに話をしたんですけど一応高速形態素も、あるということで、まあ、連絡とかねちょっと、母音の交代だったりとかそういうのが起きている、音の現象があるよと。語構成とか造語語を形成するときに起きる音の変化先ほど言った連絡とかなんだかとかっていうのはまたね別の機会で動画でご紹介しようかなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとこれは番外編としてここでねなんか特に油取り紙とかを見てあれ語気と節字ってなんかあれみたいな感じになった人がいるかもしれないです。で、特にこの言葉とかを見ると、まあ、そのあたりね、余裕があったらまた動画でもう解説しようと思いますので皆さんもぜひそのあたりんみたいな引っかかるとこないかなというふうに考えてみるとよりこう、勉強が発展していくかなというふうに思います。というわけでここまでが複合語のお話でございました。コセヌ式日本教室ではメンバーシップの皆さんを募集しております。月額190円で本編の動画にはない全体公開していないいろいろな日本語教育関連を中心としたお話をしておりますのでぜひメンバーシップ限定動画をご覧になりたいという方はメンバーシップご加入をご検討ください。今日はですね日本語教師としての価値を上げる方法上げ方というお話でメンバーシップ限定動画をお話ししようと思いますのでぜひ興味ある方はメンバーシップ加入をご検討
ください。というわけで本編はここまでです。またね。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。